どうも、石川です。はい、これより登録頑張り者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度問い31から問い40までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い31番です。引き続き第2章の内容となりますね。こちら医薬品の有効成分の吸収などに関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかというところで、はい、お薬の吸収の仕方について出てきました。答えはですね、こちら3番が正解となります。 A は丸ですね。そして B なんですけど、座剤の有効成分は直腸内壁の粘膜から吸収され、容易に循環血液中に入り、はじめに肝臓で代謝を受けてから全身に分布しますよとあるんですけど、これ座剤、座薬に関しては、これはじめに肝臓で代謝を受けてからではなく、直腸粘膜というのは、直接血管の方に吸収されていきますので、なので肝臓を経由してではなく、肝臓を経由しない、吸収の仕方になりますので、肝臓で初めに代謝は受けませんので、ここ初めに肝臓で代謝を受けてからというところが誤りとなります。はい、そのように、初回通過効果に関する内容がここ含まれておりますので、その辺ですね、もう一度テキストで確認しておきましょう。はい、それでは、B は誤り、そして C ですね。錠剤、カプセル剤などの固形剤は消化管内で崩壊して有効成分が、溶け出さなければならず、小腸で有効成分が、溶出するものが大部分でありますよとあるんですけど、通常はですね、小腸で溶けてというよりも、胃で溶けて小腸で吸収されてきますので、これ、小腸で有効成分が溶出するものが大部分ですよと言ってるところが誤りとなります。なので、これ小腸じゃなく胃でというところであれば正解となりますので、小腸じゃなく胃であれば正解となります。ということで C は誤り。はい、ということで、答えは3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い、32番です。医薬品の代謝排泄及び体内での働きに関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解、そして B ですけど、医薬品の有効成分は未変化体のままで、あるいは代謝物として体外へ排出されるが、肺から呼気中へ排出されることはないよとあるんですけど、肺から呼気中に排出されることもありますので、例えばアルコールとか、お酒とかアルコールありますよね。で、こう、お酒飲んだと、呼気がお酒臭くなる。あれも、やはり、代謝経路の一つになっておりますので、そういった、代謝経路、そうですね。排泄経路ですね。ごめんなさい。排泄経路の一つとなっておりますので、なので、そういったところ、今回医薬品となりますけど、肺、から呼気中へ排出されることもありますので、B は誤りとなります。はい、そして C は、正解。そして D ですね。多くの医薬品の有効成分は、血液中で結晶タンパク質と複合体を形成しており、そうですね。この結晶タンパク質、結晶に含まれているタンパク質、血液は結晶と血球に分かれておりましたよね。で、その結晶の中には、糖質だったりとか脂質だったりとかタンパク質とか、あとはミネラル分だったりとか、あとは水とかいろいろありましたけど、そんな結晶中のタンパク質のことを結晶タンパク質と呼んでおりまして、そして医薬品と、くっつく能力がある結晶タンパク質っていうのは、そうですよね、アルブミンっていうのがありましたよね。はい。なので、そんな、アルブミンって書いてありませんけど、そんな結晶タンパク質と、医薬品は、血液中で複合体を形成しております。そして、結晶タンパク質の結合は、これ、不可逆的ですよと、書いてありますけど、こちら、要は、お薬、いいですかね。医薬品の成分と、お薬ですね。これお薬とします。お薬ですね。お薬と、それから、結晶タンパク質。ちょっと丸太にさせてもらいますね。で、お薬とタンパク質っていうのは、くっついたり、それから、
離れたり、単独でいる状態ですね。こんな感じで、存在しております。くっついて離れたり、くっついて離れたりという形で、血液中を存在しておりますので、なので、これ不可逆的とあるんですけど、不可逆的っていうのは、逆に行くことが不可能ですよっていうことになりますから、くっついたら離れませんよということですね。逆に行くことができませんよと言ってますけど、不可逆的ではなく、可逆的になります。こちらですね。可逆的になります。なので、くっついたり離れたり、くっついたり離れたりすることができますよということが、可逆的という意味になりますので、逆に行くことが可能ですよという意味になりますから、ここは不可逆的ではなく、可逆的であれば正解となりますので、D は誤りとなります。ということで、答えは1番が正解となります。はい。では次行きましょう。問い33番です。医薬品の材形に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。A、B が誤りなんですけど、A は口腔内崩壊時は薬効を期待する、部位が口の中や、喉である場合が多く、飲み込まずに口の中で舐めて徐々に溶かして、使用していきますよとあるんですけど、こちら、どこが違いますかね？いいですかね？これトローチンとかドロップとか、そういったものの記述になります。トローチやドロップですねに関する記述になります。トローチドロップっていうのは、今書いてあったように口の中で、舐めて徐々に溶かす、徐々に溶かすことが目的です。徐々にですね。徐々に溶かすことが目的です。で、口腔内崩壊錠っていうのは、口の中で、速やかに、早く溶かすことを目的としておりますので、なので、こちら A はですね、口腔内崩壊錠ではなく、トローチドロップの記述になりますから、このあたり徐々に溶かすのか、速やかに早く溶かすのかというところに注目していただくといいかなと思います。はい。そして、B のチュアブル錠ですね。チュアブル錠というのは、表面がコーティングされているもの、ものもあるので、噛み砕かずに、水などで食道に流し込む必要がありますよとあるんですけど、表面がコーティングされているようなもの、まあ、いろんな、糖異常だったりとか、いろんなものありますけど、例えば、表面がコーティングされているものに関しては、腸溶性製剤とか、そういったものは確かに噛み砕いちゃダメなんですけど、なので、今回このチュアブル錠っていうのは、噛み砕いたりとか、そういったことをすることを目的としておりますので、水なしで服用することができますから、なので、チュアブル錠の記述ではなく、例えば腸溶性製剤とかの記述になっちゃいますので、B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので、5番が正解となりました。ということでよろしいでしょうか。次行きましょう。問い34番です。中毒性表皮壊死誘拐症 TEN10 ですね。に関する次の記述について、過去内にいるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、ということで、この10、スティーブス・ジョンソン症候群ではなく、ライエル症候群ですよね。あとはですね、こう2週間以内なのか1年以上経ってからなのかというところがポイントになってきます。特に、お薬を使ったことによる主な副作用に関しては、その症状、あとはいつ起きるのか、そういったところが重要となってきますので、ぜひそのあたり、注目していただきながら問題を解いていただくといいかなと思います。はい、ということで問い34番は4番が正解となりました。では次行きましょう。問い35番です。医薬品の副作用として現れる肝機能障害および偽アルドステロン症に関する次の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解。そして B と C が違うんですけど、B は医薬品の副作用として現れる肝機能障害は、有効成分に対する抗原抗体反応が原因で起きるアレルギー性のもの、ありますね。ただ、それに限定されますよ。違いますね。アレルギー性のものじゃなく、例えば、中毒性のものとかもありましたので、なので、まあ、直接的ですね、肝毒性とかそういったものが原因だったりとかしますけど、まあ、そういったアレルギー性のものもあれば、あとは中毒性のものもあったりとかするので、限定されますよというところが誤りとなります。はい、そして C ですけど、偽アルドステロン
ロン症は副腎皮質からのアルドステロンの分泌が増加することにより、生じますよとあるんですけど、これ増加することによりというところが誤りですよね。何かというと増加していないにもかかわらず症状が生じちゃうので、偽物のアルドステロン症ということで偽アルドステロン症という名前がついておりましたよね。なので通常のアルドステロン症という病気があるんですけど、そんなアルドステロン症に関しては副腎皮質からのアルドステロンの分泌が、上昇している、増加しているというところになるんですが、今回のこの偽アルドステロン症というものに関しては、増加していないにもかかわらず、症状が出てくるというところが、ここ大きなポイントになりますので気をつけておきましょう。はい。そして AD は正解なので答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い36番です。精神神経系に現れる医薬品の副作用に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解。そして B なんですけど、無菌性髄膜炎は早期に原因となった医薬品を中止すれば、速やかに回復し、予後は比較的良好であることがほとんどであり、重篤な後遺症が残った例はないよとあるんですけど、確かに良好になることもあるんですけど、ただ重篤な後遺症が残った例もあるので、なので、例はないよというところが誤りですよね。はい、ということで B は、罰となります。そして C は正解。そして D なんですけど、精神神経症状は医薬品の大量服用や長期連用、などいろいろ書いてありますけど、最後のところですね。通常の用法用量では発生しないよとあるんですけど、通常の用法用量でも発生することがありますので、これ D は誤りとなります。ということで答えは2番が正解となりました。はい。ということで大丈夫でしょうか。次行きましょう。問い37番です。消化器系に現れる医薬品の副作用に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。まず A なんですけど、消化性潰瘍は胃や十二指腸の粘膜組織が、障害されている、が、そして、粘膜表面のみの欠損で、粘膜筋板まで欠損していない状態でありますよとあるんですけど、これ粘膜筋板まで損傷していることもありますので、なので A は誤りとなります。粘膜筋板って何ですかねっていう話なんですよ。なのでこのあたりはですね、ちょっとこう体の構造のちょっと深いお話になってきます。一応このあたり手引きにもですね、このことが一瞬書いてあるので、そこをつく問題、ちょっとこれ難しいんですけど、ちょっと簡単に解説させていただきますと、例えば、ここ今回胃潰瘍とか十二指腸潰瘍ですよね。で、例えば、まあ、十二指腸などの、こういった管があるとしますよね。今これは管の断面図です。で、この管の断面図で、この内側のところと外側のところ、まあ、要はここ膜になってますよね。ここの部分、ここの部分膜になってますよね。で、膜も、1枚の膜じゃなくて、何枚かの膜があるんですよ。なので、ちょっと拡大をさせていただくと、こっち側がちょっと内側です。内側の方ですね。ここ内側の方です。内側の方ですね。そして、こっち側が外側です。よいしょ。外側です。なので、外側なので、こっち側の方ですね。こっち側の方です。なので、内側と外側というところでいくと、外側は、これ漢字難しいですよね。小膜という膜があるんですよ。外側には。この外側ですね。小膜という膜です。で、内側は粘膜という膜があります。内側は粘膜という膜で、ここの膜ですね。ここを粘膜と言います。こっちを小膜と言います。粘膜、小膜ということですね。なので、内側には、粘膜という膜があって、そして、外側には小膜という膜が、存在しています。で、その中にも膜何層かにいっぱいなってるんですよ。そうなんですよ。で、そんなところでは、粘膜、筋板だったりとか、粘膜下層だったりとか、筋層だったりとか、小膜下層だったりとか、あとは、ま、筋肉の層も、何個かにこう分かれてたりというような形で、結構ここ複数の層に分かれてるんですね。というところで、今回、この粘膜筋板というところでは、このあたりになってきます。
まあ、要は内側にちょっと近いところなので、なので、消化性潰瘍とかに関しては、潰瘍っていうのは炎症が起きてる時よりももっと症状はひどいので、なので、その進行具合がですね、このように、どん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 進行していくんですよ。こういう感じで、どん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 。こういう感じで、どんどん進行していきます。ブワーンと、ドゥワーンと進行していって。なので、まあ、最悪穴開いちゃうっていう感じですね。なので、そういう形で、どん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 、進行して、そして、これだけ行きますので、血でできますよね。出血伴ってきますので、なので、そういった意味ではですね、それぞれのこの、まずは、私たちの消化管の、この膜のとこですね、膜に関しては、複数の層になってるんだよっていうのを、ぜひぜひちょっと知っておいていただきたいなと思います。はい、ということで、今回ここ、粘膜筋膜っていうなんか膜の層が一つあるんだなと、層の一つがあるんだなと思っておいていただければそれで十分なんで、ここそんなに突っ込んでどのあたりになりますかとかそんなことを覚えなくて大丈夫ですので、まあ、ぜひちょっと一つ頭の片隅に置いておいていただければなと思います。はい、ということで A は誤りとなります。はい、では次行きましょう。B、C は正解。そして D なんですけど、イレウス様症状は小児や高齢者では発症のリスクは低いとありますけど、これ高くなりますので、Dは誤りとなります。ということで答えは4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問38番です。呼吸器系に関す現れる医薬品の副作用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A、B、D が正解で C が違いますね。 C、 喘息は合併症の有無に関わらず原因となった医薬品の有効成分が体内から消失してしても、症状は、寛解しないよとあるんですけど、いやこれ寛解してきますので、このあたりですね、喘息っていうのは、軽症例から重症例まで様々あります。軽症に関してはですね、半日程度で回復してくる場合もありますし、重症例に関しては24時間以上こう持続してしまうこともあったりします。なので、まあ、そこからですね、こう持続してこう窒息になってしまって、そして亡くなってしまうこともありますので、まあ、そんなところではですね、ここ、寛解しないよとはありますけど、寛解していきますので、C は誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解となります。はい、では次行きましょう。問39番です。循環器系及び泌尿器系に現れる医薬品の副作用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、B、C 正解ですね。そして D なんですけど、排尿困難や尿閉の症状が現れるのは、前立腺肥大の基礎疾患がある男性に限られますよとあるんですけど、そんなことないですね。これ、男性、要は排尿困難や尿閉などの症状が現れるのは男性だけじゃなくて、女性もありますので、D は誤りとなります。はい、では次行きましょう。今度は、問40番ですね。最後ですね。皮膚に現れる医薬品の副作用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、外用薬による、抗線過敏症が現れた場合は、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、患部は洗浄せずにそのままの状態でとあるんですけど、皮膚の表面とかにですね、医薬品の成分が残っている場合もありますので、十分に患部を洗ってあげてください。洗浄してあげてください。ということで A は誤りとなります。はい、そして B ですけど、外用薬による抗線過敏症の症状は、医薬品が触れた部分のみで、見られるものであり、調布剤の場合、剥がした後は発症しないよとあるんですけど、これ、剥がした後でも発症してきますので、なので D はこれ、誤り、B ですね。ごめんなさい。B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので、5番が正解となりました。はい、ということで、ここまで第2章大丈夫だったでしょうか。特に、体の構造を、が前半戦のところでできまして、で、今回の、ここでやった問31から問40までに関しては、
体の構造以外のところ、まあ多少構造のところも入ってきておりますけど、以外のところが多く含まれてきております。特に、最後のところにあったお薬を使ったことによる主な副作用に関しては、近年ですね、問題の、増加が結構見られてきておりますので、ぜひぜひ皆さん、勉強頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひ下の LINE アートなど登録するところありますので、ぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。